ユグノー京都は、ジャコモ・マイア・ベアによる五幕サンバのグランドオペラで、ウジェーヌ・スクリーブとエミール・デシャンのフランス語のリブレットに、基づいている。初演は、パリ・オペラ座で1836年2月29日に、フランスワ・アントワーヌ・アブネックの指揮、歌手は、当時の大歌手たちであるジュリー・ド・リュグラとコルネリー・ファルコン、アドルフ・ヌーリ、プロスペル・ル・バスウルラによって上演された。 悪魔のロベールの大成功に次いで作曲されたオペラで、マイアベアにとっては11番目のオペラであり、パリオペラ座向けの2作目のオペラである。1572年8月24日のサンバルテルミの虐殺の史実に基づいている。ボーカルスコアの表紙、ジャコモ・マイアベア、ユグノー・京都は、マイアベアの前例のないほどの成功をした傑作と考えられ、 フランス風のグランドオペラのプロトタイプとなったことで、ワーグナーや後にパリオペラ座向きにフランス語のグランドオペラを作曲することになるベルディやベルリオーズ、ビゼー、グノー、チャイコフスキー、ムソルグスキーなどへも影響を与えた。ユグノー京都は1906年5月16日に1000回目の上演を記録し、パリオペラ座で1000回以上上演された初めてのオペラとなった。 19世紀には一世を風靡したオペラであり、近年の欧米では、グランドオペラの再評価とともに、再び注目を集め始めている。上演時間の長さなどは、バレエシーンをカットしたり、繰り返しや冗長な部分をカットするなど、現実的な対応が、各劇場の演出方針によりなされている。作品の意義については、サンバルテルミの虐殺を起こした宗教的狂信は、 21世紀になって過去のものになるどころか世界の各地で新たな犠牲者を生み出している。あらゆる形の不寛容に対する告発として、ユグノー教徒は強敵意義の再評価が高まっている。もちろんそこに永遠の愛の美しさが浮かび上がる体が、という惨事も見られる。ベルナール・ロマンジュリアンによるスクリーブ・ウジェーヌ・スクリーブは19世紀のオペラ台本において、 ヒット作を連発し、また結出した作家と言える。スクリーブは、一貫して、教会権力に反発する方針を堅持していた。フランス革命で、特権階級の一部を構成していた僧侶も、球断された後のフランスにおいては、このスタンスは、十分に受け入れられた。ユグノー教徒、予言者、また、ジャック・アレビのユダヤの女においても、宗教的不寛容が主題として取り上げられ、 いずれもヒットしている。観客の度疑問を抜く鮮烈な一瞬、それがスクリーブのマコッチョである。自然の脅威を目の当たりにした時と同じく、激しい衝撃に揺さぶられたなら、心は自然と生まれ変わるというのがフランスオペラ関係者の一致した見解である。還元学については、創意工夫に富んでおり、斬新な手法で書かれている。還元学の大家に数えられるベルリオーズは、 ユグノー教徒を高く評価しており、1844年に表した現代楽器法及び還元楽法大概論にユグノー教徒と悪魔のロベールからの使用例を引用している。ベルリオーズは感謝を込めてマイアベアへ同賞を送っている。このオペラの上演を満足できるレベルで行うには7人の一級の歌手が必要であり、 上演時間も音楽だけで4時間を要することから、劇場の支配人には相応の負担がかかる。マルグリットを演じる、ジュリード・ドリグラ・オペラハウスの演目から、ユグノー・京都が20世紀後半に減少したのは、第二次世界大戦の莫大な経済的損失が原因である。それでも、ジョーン・サザー・ランドとリチャード・ボニング夫妻の活躍など、擁護する人物も、決して少なくはなかった。 サザーランドは、自らの1990年の引退公演に、ユグノー教徒を選択した。2011年のブリュッセルのモネ劇場でのオリビエ・ピーの演出、マルク・ミンコフスキの式による上演は、豪華な舞台で注目され、非常に好評を得た。このプロダクションは2012年に、ストラスブールのライン国立歌劇場において、ダニエレ・カレガーリの式で再演された。 ベルリンドイツオペラは2012年からマイアベア、サイクルを開始しており、初年度はディノーラをコンサート形式にて行い録音している。2015年にはバスコダガマをロベルト・アラーニャ、ソフィー・コッシュ、ニーのマチャイゼラを起用して実現し、2016年11月にはフワン・ディエゴ・フローレスラを起用してユグノー・京都を上演し、好評を得た。 2014年6月から11月にかけては、ニュルンベルク歌劇場で、トビアス・スクラッツアーの演出で上演された。2016年3月には、ニース歌劇場にて、このプロダクションが再演された。2018年9月から10月にかけては、パリオペラ座では、同歌劇団の350周年を記念して、久々に上演されることが発表された。配役は、ブライアン・イーメル。 エルモネラ・ヤホ、ディアナダ・ムラウ、ニコラ・テステ、カリーヌ・デ・エーホカ、演出は、アンドレアス・クリーゲンブルク、式は、ミケーデ・マリオッティ・ホカとなっている。ドレスデン・ゼンパー・オーパーも2019年6月から7月に、かけて、アレクサンドル・ベデルニコフの式、ペーター・コンビチュニーの演出により、ベネラ・ギマ・ディエバ、ジョン・オズ・ボーン、フラッシュ・イ・バスセンツラの配役で、上演する予定となっている。 オペラ需要の歴史の浅い日本においては、ユグノー教は全く知られておらず、いまだに上演されていない。これは、単純に、金銭面で収益が見込めないことと、上演時間の長さのため終電に間に合わない、といった問題が改善できないからである。1836年以降に制作された都市は、下記の通りである。なお、都市や、 国家の当局による検閲により一部の劇場では演目名や設定を修正して上演された。バランティーヌ役のポリーヌ・ビアルドとユルバン役のマリエッタ、アルボニ、1848年のロイヤル・オペラでの上演時のリトグラフ1950年代以降の上演記録時代は1572年の夏に進行する。トゥーレーヌのヌベール伯爵の城の広間。 フィリップ・シャペロンによる第一幕のためのデザインのスケッチマルティン・ルターの最もよく知られた賛美歌、神は我が矢倉のメロディを持つ短い助奏で始まるが、これは当初意図されたより規模の大きい助曲に置き換えられたものである。ヌベール伯爵がカトリック教徒を晩餐に招き、皆が楽しんでいる。ヌベール伯爵は、今晩はヨグノー教徒のラウルド・ナンジを招いてあるのだと告げると、 皆は動揺する。そこで、ヌベール伯爵が、王は、実は、カトリック教徒とユグノー教徒の間の平和を望んで、いるのだと説明する。そこに、ラウルが現れ、皆がテーブルに着くと、ヌベール伯爵はラウルに、余興に一つくんの恋の歌を披露してくれないかと頼む。これに応えて、ある日助けた名も知らぬ夫人に対する気持ちを、ビオラダモーレの独創による、ロマンス、 白点より白く似て歌う。ユグノー教徒でラウルの家来であるマルセルは、このような邪悪な仲間の中に主人であるラウルがいるのを見て、共嘆する。ラウルはマルセルを黙らせようとするが、ルター派の賛美か、神は我が矢倉を歌い始める。ヌベール伯爵は、マルセルに酒を勧めることを所望し、マルセルはユグノー教徒の兵士が、ラロシェルの戦いで、 カトリック教徒を打ち破った時の歌、ピフパフを、ピッコロ、ファゴット、シンバル、ドラムを主体にしたクロテスクな伴奏で歌うと、カトリック教徒たちは、歌詞が面白いので大喜びする。そこへ、ヌベール伯爵の巨根、バランティーヌが急な来客として現れたので、ヌベール伯爵は席を外す。マルグリット王妃が、ユグノー教徒とのカトリック教徒の争いを収めるために、彼女に、 ユグノー教徒の騎士との結婚を命じたので、ヌベール伯爵との婚約を解消しなくてはならなくなったと告げに来たのだ。他の客たちと一緒に、夫人の姿を覗き見たラウルは、彼女こそ、いつか自分が助けて以来忘れられない夫人であることに気づく。しかし二人の様子から、その夫人がヌベール伯爵の愛人だと誤解してしまう。そこに、マルグリット王妃の故障ユルバンが王妃により、 今晩目隠しをして古い塔まで来るようにと書かれた、ラウル宛ての手紙を持ってきて渡したので、ラウルはそれに従うことにする。白爵クラは、その手紙が、マルグリット王妃の直筆の手紙であることを認めて、ラウルに対する態度を改め、ラウルを見送る。シュノン創上の庭園セレスタンでシェイスによるリトグラフ。ラウルが目隠しをされ、マルグリット・ド・バロアの前に連れて行かれる場面。 マルグリット王妃が、故障ゆるバンに支えられた鏡に見入りながら、アリア、王ルワジのチトゥーレーヌよ、を歌う。そこに、バランティーヌが現れ、マルグリット王妃は、バランティーヌに、ユグノウ教徒との不安定な和平を強固なものするため、あなたトラウルを結婚させたかったのだと理由を説明する。バランティーヌは、マルグリット王妃に、ヌベール伯爵との婚約は解消できたが、父である。 サンブリ伯爵がユグノー教徒との結婚を決して許さないだろうとの懸念を伝える。すると王妃は自分がサンブリ伯爵を説得すると約束する。助官たちは水浴のため裸に近い水着で川に入っていく。故障のユルバンは影からその光景を覗き見して楽しんでいる。ダンスを伴った女性合唱、木陰の美しい娘たちが歌われる。この場面は 第一幕の男性合唱と対応なす、感動的な場面である。そこへ、ユルバンが、ラウルの到着を告げると、目隠しをされたラウルが通され、女官たちは凛々しい騎士の姿にため息をつくが、王妃の命令でその場を退く。ラウルは、王妃と周囲の光景の美しさに恍骨となり、王妃と二重賞、気高く美しい、魅惑の人を歌い、 二人の東枠は同じ節で続いて、歌われる歌で二人の声が重なり、さらにカバレッタで情熱をほとば知らせる。王妃は私に恋をしてはなりませんよとたしなめる。そして、王妃は国王がカトリック教徒とユグノー教徒の争いを収めるために、ユグノー教徒の長であるあなたとカトリック教徒のサンブリ伯爵の娘との結婚を望んでいるのだと、ラウルに説明すると、ラウルは承諾する。 ヌベール伯爵とサンブリ伯爵が登場し、王妃はラウルとサンブリ伯爵に今回の結婚により、両派が高級和平を享受するように誓わせ、両派がアカペラとオーケストラ伴奏の劇的な交代の中で高級平和を歌う。そして王妃がバランティーヌをラウルに引き合わせる。思いがけない再会に驚く二人に、王妃は国の和平のため結婚するように願うが、 バランティーヌが、ネベール伯爵の愛人だと誤解しているラウルは、彼女とは結婚できないと公然と拒否する。恥をかかされたカトリック教徒の貴族たちは、復讐を誓う。マルセルは、カトリック教徒と交わろうとしたラウルを非難し、両派は互いに決闘だと叫ぶ。マルグリッドが、王家の前で剣を抜くとはと勇め、衛兵に、両派の剣を収めさせるが、対立は激化する。 フィナーレのストレッタが静かに始まるが、一度は驚きから憤りが燃え上がり、グランドオペラらしいダブルコーラスでの迫力と斬新な還元楽による緊迫感のある音楽で興奮のるつぼとなり、幕を閉じる。夕暮れ時のパリ、セーヌ川の左岸のプレオー、クレール地区、エドアルデシャンによる第三幕用のスケッチ幕は、市民、兵士、 教会の信者たちとジプシーの大規模な群衆による場面設定で開く。協楽を求める民衆の合唱に続いて、居酒屋では、ユグノーの兵士たちの一団が、アカペラにて彼らの指導者、コリニー・提督を称賛する、好戦的なラタプランのコーラスを歌う。一方、教会からは、カトリック教徒の二層のコーラスが、聖火アベマリアを歌って、予定されていったバランティーヌと、 ヌベール伯爵の結婚を祝う。両派の緊張は高まるが、ジップシー娘たちの踊っている、ジップシーダンスで思いがけず緊張が緩む。ラウルとの結婚が取り留めになって、ヌベール伯爵とその日、結婚式を挙げたバランティーヌが教会に一人残って、祈りを捧げている。その時、ラウルの従者マルセルが、教会から出たサンブリ伯爵に、ラウルからの血統状を渡す。 サンブリ伯爵は部下に、このことは、ヌベール伯爵には内密にするように言う。すると、部下はラウルを闇討ちにするので決闘をする必要はないという。それを聞いたバランティーヌは、顔にベールをかけて、マルセルを探し、ラウルの危険を忠告するが、時すでに遅く、ラウルがやってきてしまう。ラウルとサンブリ伯爵は、 海添ニ人を伴って、己の正義を信ゼりの七重章が歌われ、決闘の決意が示される。マルセルがこれは罠だと囁くが、ラウルは逃げず、正々堂々と決闘するのだと言って逃げず、カトリック教徒の敵に囲まれてしまう。マルセルが叫んで助けを求めると、居酒屋からユグノー兵士が出てきて、その場はユグノー教徒とカトリック教徒の戦いになる。そこへ偶然通りかかった。 マルグリット王妃が両派に剣を収めさせて流血の惨事は防がれる。マルグリット王妃はマルセルに、その日は王妃がサンブリ伯爵の娘、バランティーヌに命じて婚約を解消に行かせたのだと言い、初めて真実が明らかになる。そこに元の婚約者、ヌベール伯爵が豪華に飾り立てた船でバレンティーヌを伴って現れる。サンブリ伯爵が バレンティーヌは、ヌベール伯爵と結婚式を挙げてしまったことを明らかにする。ヌベール伯爵の館のバランティーヌ寝室の外、1572年8月23日の夜。エメドルミューのリトグラフ、ラウルが虐殺が始まっているとして、仲間に知らせに行こうとするが、バランティーヌが引き止めようとする場面。ヌベール伯爵の館で、バランティーヌが、ロマンス、涙の間にを歌い、 ラウルへの変わらぬ愛と愛のない結婚をしたことを嘆いていると、ラウルが最後の別れを告げに来る。父さんブリ伯爵と夫ヌベール伯爵が来るので、彼女はラウルを隠し、彼らが金の音を合図に、ユグノー教徒全員を虐殺する計画を話すのを聞く。ヌベール伯爵は、虐殺を拒絶し、自らの剣を追ってしまったので逮捕され、殺されてしまうが、バランティーネは夫を、 改めて尊敬する。この剣の封建式の場面では、この神聖なる大義のために、恐れることなく、従いが、ヌベール伯爵の処刑を挟んで2回歌われる。2回目は、厚みのあるユニゾンのオーケストラ伴奏を伴い、華麗に締めくくられる。皆が去った後、バランティーヌはラウルを引き止め、ああ、いずこ園を歌って、愛を告白する。しかし、ラウルは、 情熱的なカバティーナ、あなたが本当に私を愛してくれていたとは思ったって答えるが、死を覚悟で仲間に危険を知らせるためにバルコニーから飛び降りていく。この場面の名高い二重章とはとりわけ感動的である。第一バネスル間の舞踏会場、1572年8月23日及び24日夜、ユグノー教徒たちが アンディド・ナバールとマルグリッドの結婚を祝っていると、ラウルが駆けつけて、皆に危険を知らせ、武器を取るよう促す。しかし時すでに遅く、ユグノー教徒の惨事は始まってしまう。第二場墓地に隣接する小さな教会、1572年8月23日、及び24日のパリの夜。アシール・ドベリアのリトグラフ、ラウル、バランティーヌ、マルセルの3人が、 カトリック教徒に捕らえられてしまう場面負傷したユグノー教徒が教会に運ばれてゆく。ラウルは女子供までを虐殺する教信者たちを呪う。バランティーヌがマルセルと負傷したラウルのいるユグノーの教会に駆けつけ命を救うためにラウルに回収を進めるが彼は受け付けない。彼女は夫のベール白尺が殺害されたと告げ自分がユグノーに回収するといい。 気高いアリア、あなたが死ぬのを見過ごすとでも、を歌い、マルセルから洗礼を受ける。そして、マルセルは、即席の婚礼を取り仕切る。この場面でのバスクラリネットのソロによる伴奏は、特筆に値する、素晴らしいものである。そうしている間にも銃声が聞こえ始め、カトリック教徒の兵士たちが押し寄せてきたとき、マルセルは、天国の幻影を見て恍骨となる。マルセルに促され、 ラウルとバランティーヌも一緒にユニゾンでコラール、神は我がヤグラを歌い、死を覚悟し、場面は最高潮に達する。第3番パリの街角、五百七十二年八月二十三日、及び二十四日のパリの夜。マルセルとバランティーヌは深手を追ったラウルを支えながら、パリまで逃げる。しかし三人は、カトリック教徒の兵士たちに、回収しないなら、地獄に落ちろと包囲されたところで、 三振り伯爵に見つかり、即座に銃殺されてしまう。誰だという問いに、ユグノーと答えた三人の遺体に近づいた伯爵は、その一人が自分の娘であったことを知り、愕然とする。そこへ、マルグリッドが現れ、殺戮を止めさせ幕が降りる。第一幕、約55分。第二幕、約50分。第三幕、約50分。第四幕、約45分。 第5幕、約25分。ありがとうございます。